武藤義美門から1963年8月11日は、日本の政治家、実業家、元岐阜県知事、衆議院議員、岐阜県名誉県民、岐阜商工会議所会答、元衆議院議員の武藤義和は長男、衆議院議員を務め外務大臣、総務長長官などを歴任した武藤義文は孫にあたる。は、衆議院議員の武藤洋 岐阜県山形郡千壁村出身、辻浄介の次男、岐阜県岐阜神城中学校を経て、東京法学院を中退。その後、稲葉郡会、岐阜県会の議員を務める一方、家業の酒造業を経営するほか、食料営団、電力会社、地方鉄道、地方新聞の会社などを経営して、経済界の発展のために、数々の業績を残した。 1918年の衆議院議員補欠選挙に、初当選してから3期衆議院議員を務め、国政でも活動した。1947年の新地方自実制度の施行に、伴い、岐阜県知事選挙で、感染知事の桃井直美を破り、抗戦された。終戦後の混乱した中、高齢にもかかわらず、日夜職務に精霊したため県民に慕われ、 1958年まで岐阜県知事を日本で最初に連続3期務め岐阜県の発展に力を尽くした。この間知事としての給料を辞退して模範を示し常に健全な財政を維持した。退任時は88歳であるが88歳の都道府県知事は歴代最高齢である。業績面では特に土木事業において全国に先駆けて 永久峡の整備に着手し、多大の成果を収めたことや三林事業において、林務部を新設して、国土緑化、地産地水を行い、1957年4月には、昭和天皇、皇順皇后の行幸慶を仰いで、全国植樹祭を挙行した。後に、長年にわたる、地方自治並びに、地方産業の振興に尽くした功により、乱寿法省を授与され、 岐阜県名誉県民の称号が授与された。住所は岐阜県稲葉郡、鵜沼町。ありがとうございます。